こんにちは。富田恵子さんのあんた金玉ついてんのって言葉ね、あれにはお茶の間もびっくりしたんじゃないかなと。当時の時代背景からね、女性がそういう言葉をね、男性に突きつけるシーンっていうのはなかなか見なかったと思うんで、あれによってね、注目度を浴びて伊藤和恵さんもぐんと有名になったんじゃないかなと思いますが、当時伊藤和恵さんなんと17歳の高校生でございます。それで馬に乗って現れて、あんた金玉ついてんのと、馬上から失礼します、なんでしょうかこれはみたいなね。そんなやつがどこにいるんだ。さすがにバブルの時代、その真っ只中でも馬に乗って普段からね、その辺神社とかうろうろしていって、なんかこうね、うさぎ飛びで上がってくる人に対してそんなこと言える人とかね、レモンをこうやってね放り投げて歩く人っていましたかってことなんですよ。まさにやりすぎドラマでございますけども、それが多くの人の気持ちを捉えたことも確かでございます。でこのね、女性の役割ってのは男性のやる気を出させるっていう意味で、ある意味ね、この女の子を守ってあげたいなっていう気持ちにさせたりとか、女の子に突きつけられてね、叩きつけられて、おやらにゃいけんなっていうふうに火をつけられるところありますよね。エイドリアンってシルベスター・スタローのロッキーに出てくるんですけども、エイドリアンもね、ことにおいてロッキーにアドバイスをしたりとか励ましたりとか叱咤激励するんですよ。でそういったシーンがだいたいストーリーの中盤にエイドリアンの存在感をグッと出すところがあって、それで後半ロッキーがやるぞっていう風になったりとかね、パート1でもそうですし、最後まで俺がねリングに立っていられたら勝ち負けじゃなくって、もう単なるゴロ好きじゃなくって、俺が俺でってことが証明できるんだみたいなところで、エイドリアンのハートを射止めて、ラストシーンエイドリアンが感動してロッキー I love you ってなるわけなんですよね。でパート2でもずっとね、ロッキーがもう一回リングに立ってアポロと試合をやって決着をつけることに反対するんですよ。でもエイドリアンが出産を迎えて、ベッドの中でねロッキーに言うんですよ、今まで反対したけども勝ってねって。そうするとね、そっからねミッキーがボヤボヤすんな練習だっつからね、ロッキーも練習に入って、そっから例の音楽かかってダッシュして、で試合に臨んで勝つみたいなね、ダブルノックアウトから立ち上がるみたいなこともあるわけですよね。これもすごいですね。その他ずっとねエイドリアンっていうのはロッキーを励ましてくるんですけども、これ機動戦士ガンダムの中にもあるんですよ。吉谷さん、フラウボーがもうガンダムに乗るの嫌だってダダをこねるアムロに対してね、でアムロって私がガンダムに乗るからマニュアルを貸してって言うわけですよ。でアムラびっくりするんですよ。まさか自分がごねることによって女の子が戦うっていう風になっちゃうなんて、悔しいけれど僕は男なんだなと。女の子を戦場に送り出してベッドの中で怯えていることはとってもできないよと思って、フラウボー君にはガンダムの操縦は無理だよと、やっぱり僕が引く、僕はやっぱり悔しいけれど男なんだなみたいな感じでね、厳しそう返していく姿に見ていた少年たちは、あ、やっぱり俺たちがやらないと女の子を守っていけないなっていうのと、女の子はしめしめと、うまいこと言ったら男は自分の言いなりになるぞっていうような処世術を覚えていくんでしょうね。そんなところでございます。いってらっしゃい。